えー、マイク・バーキラさんどうもです。カブ君おはようございます、えー。カナダのサドフスキー君大幅に崩れちゃいましたね。うん。クラッセル君逆転優勝。ラトビアの貴公子、デニス君、そしてシュン君表彰台おめでとうです。えー、コースシロ君のパーソナルベスト更新、たっちゃん巻き返しましたね。うん。今後に行きたいです。いや、本当ですね。日本勢良かった。だけど、あのー、サドフスキー君がかなり残念な演技で、僕としてはちょっと寂しいですね。うん。 195T さんありがとうございます。え、男子の結果出ましたね。うん。森志くボロボロだったショートプログラムに比べれば、フリーステーティングは少し挽回できたのかなうん。今回は苦しい戦いになりましたね。 氷ー瀬ー・セアセリ君、えー、ミスはありましたが、なかなかに美しいと思いました。僕もフリーの方が良かったと思います。えー、手足長く、メモラ君、あそうそうそう、メモラ君みたいな感じに見えました。同じですね。うん、メモラ君の感じにします。大沢ーーコーチ見ると、どうしても羽生君を思い出しちゃいますね。えー、もしここにいたら、ントツ1位ちゃんとひそかに思いました。うんえー、坪井・達ちゃんン、4回転サルコー、転倒は惜しかったけれど、えー、その後は良かったですね。そして漬物に 終了のお知らせでしたね。うん、ですよ、えー。怪我からの復活なんでどうできるかと思います。次戦に期待です。いや本当ですね。あの彼も怪我をしていたということなんで、そこであの演技ですからねトリプルアクセル二本頑張りましたよね。うん、後半も良かった。でこのあの選曲も本当良かったんで素晴らしいですね。うん。えー そして 195t さんも言ったです。え、高白君よかったわ。うん。自己ベスト更新です。出だしい4回転サルコーがトリプルサルコーになった時はハラハラしましたがえ、その後は素晴らしいチャップリンで見せましたね。うんえ。ミスがあっても後半で挽回できていたし、全大会の課題を克服できましたね。 うん。いや、本当ですよ。だからまあ、あの、彼は今回、ショートもフリーもどちらもまずまずな感じでして、それは大きな進化ですよ、本当うん。四回転サルコー決まってればと、たらればを考えちゃいますが、惜しくも表彰台には届きませんでしたが、一歩前進できたし、しっかり頑張りましたね。うん。いや、本当ですよ。あの、彼もちょっとずつ強くなってる気がするんで、うん。あのね、もっといい感じ、花を咲かしてほしいですね。うん。 1十5点差はもう一度です。またまた波乱な結果になりましたね。本当ですよ。えー、佐藤駿君、最初の4回転ルーツ転倒で嫌な予感に包まれましたが、えー、その後は頑張りましたね。 うんえー、彼のジャンプは回転がものすごく速いし、軽くて力強く飛んでる感じがしないです。復帰戦で3位表彰台ですから、やっぱり実力ありますね。おめでとうございます。あの佐藤駿君のジャンプはコンパクト非常にコンパクトで、あの回転の感じがとてもこうシュールというかシュっていう感じで、非常にコマ,コマをキュルキュルって回す感じですね、とてもシュールでコンパクトな感じですね。デニス君は4回転されこう足りなそうな中らも着氷 をしてかからその後がもうすごかった、うんえー、ステップスピンはオールレベル4の見せる演技で引き込まれました。これは高い点数出るよと思いましたね。おめでとうございます。えー、ステファンの弟子2人、前から挽回できた素晴らしい大会になり、先生も大満足でしょうん。ステファン <laughs> 先生、佐藤ふすき君はショートプログラム1位のジンクスみたいなものに飲まれちゃいましたかね。もう彼、本当なんですよね。うん、えー、残念でしたが、カナダ大会の女子も。 そ育ったように、えー、ショートと、ショート良いとフリーで、えー、大崩れすること、時々起こっちゃいますね。うん。えー、スケートが美しいだけに見ていてなんか悲しくなっちゃいました。同じですね。ミルクあール選手なんで、これを克服して頑張ってほしいです。うん。逆転の優勝は、えー、個人的推しのグランセル君でした。 うん、4回転フリップ、転倒はありましたが、最後までまとめて意地を感じました、えー。素晴らしかったです。高難度ジャンプやっても、なんか柔らかくて男っぽくないし、えー、不思議なスピンとかが癖になります。おめでとうございます。スピン不思議ですよね。なんかあの頭をですね、えーと、足の下に入れるギロチン9スピンって <laughs> あれギロチンに見えたんです、どうしてもね。うん。前、ままあ、羽生くんもやってた気がしますね、あのスピンは。うん、首が足の下に行くやつ。えー、日本選手みんな頑張って りままししたたが上位の2人には及びませんでした、ねうんでねういやーでもね今回はグランセルくんとねえっ、ー、とバシュリエスくんねめちゃめちゃ良かった、うん、もうあれはもうしょうがない、うん、これは2人が素晴らしかったんでしょうがないですねでも本当にみんなよく頑張ってすがすがしい気持ちになりましたお疲れ様でした、うん、今夜明日また女子フリーで盛り上がりましょうカブくんも頑張ってね、うん、今ねなんか女子も始まってきてるんで今から楽しみますねほんとうん その前に僕はお腹すきましたね。はい。えー、レモンミカンさんどうもです。佐藤駿君のジャンプはペンシルが回ってるみたいに鋭くて大好きです。もう、ぐるぐるぐるっていう感じですよね。えー、ジャンプ以外のレベルが上がっていくと最高ですね。えー、駿君、フィンランド界でもメダル取ってね、が応援しています。うん。まあ、果たしてフィンランドのメダル取れるかどうか。ね、楽しみですね。彼はグランプリーファイナルの可能性もあるんで、楽しみですよ。うん。 えー、マイク・バーティナさんどうもです。カブくん、こんにちは。リクリューのパーソナルベストはフリースケーティングだけなら141.06で総合でサイドバイサイドのジャンプのミスや、えー、スロートリプルルッツの減点があっても212.02ですよ。220点はいけそうかなあ。だとすると結構リクリューの方がポテンシャル大きいですね。うん。あのー、本当に世界選手権で金取る可能性もあるんで。 楽しみですよ。今回、あのね、ブランドン組が結構強いですので、あれですけど、いや、応援ですね。うん。えー、ゆうのややさん、どうもです。かぶさん、佐藤駿君、銅メダルだったんですね。おめでとうございますね。あお、おめでとうございますですね。うん。ずっと日本表彰台に乗ってます確かに。うん。ギリギリですね、今回。だからね。うん。ほんと、ずーっと乗ってますよ、ずーっと。うん。すごい。 えー、マイク・バーティラーさんもットです。えー、カム君こんばんは、えー。僕が前から言っていたでしょう。ペアやアイスダンスも素敵だって。いや、本当ですよ。早く知ればよかったって。早く見ればよかったっていう感じです。アイスダンスはもともと社交ダンスの流れを組んでいますから、やはり欧州繁盛だから人気なんでしょうね。NHK 杯はグランプリファイナルをかけての死闘ですね。うん。観戦しに行く。 感染しに行くことにしてよかったり本当ですよ。いやーすごい大会になりますから覚悟は必要ですよ本当。で俊くんのショートプログラムの音楽ウクライナ民謡が発祥なんですね。何か考えさせられますね。うん。今ロシア軍はドニエプル側の政権から撤退を始めていますが、え鮮度物の博物館や美術館から文化財を盗み出している。それありえない連中ですね本当ね。 うん、これ、ナティス・ドイツがやったことと同じです。許し難いですね。もう戦争とか言って、なんか本当、なんて言うんでしょう、本当ね、クリミア半島にはギリシャ文明時代からの貴金属を用いた文化財が多数存在するそうですが、戦火からの保護を名目に、すべてロシア、本国に持ち去ろうとしているようです。最悪ですね。 うん、本当悪魔ですね。一部は闇マーケットに流れているという噂もあります。また、クリミア半島をトルコから低政度シが併合する際に活躍したえポチョムキン司令官の遺骨を掘り出し、やばいですね。 ロシアに移送しているそうです。ついに墓泥棒にも成り下がりました。これが国連、えー、常任理事国の正体ですよ。やばすぎますね。うん。バチ当たりますよ、ほんと。ウクライナでは、帝政ロシアの女帝エカテリーナ女王の像が撤去されているということですね。うん。いやー、もうわかんない。もうぐちゃぐちゃですね、ほんとね。うん。もう恐ろしい。なんかもうロシアは崩壊ですね。うん。 では、男子の今回のプロトコル表、フリースケーティングを見ていきたいと思います。えっ、ー、と、まずダリエル・グラッセル君から見ていきますね。彼は、えっ、ー、と、177.50。これシーズンベースト高い点出ましたね。うん。点灯減点マイナス1点。これ4回転フリップでしたね。結構いいですね、評価。お素晴らしい評価だ。うん。4回転ずつ回転しっかり足りてますね。で、4回転フリップ、点灯あったんですけど、まあ、9マークにとどまってましたね。うん。ぶっちゃけ僕気になるのは、 9、えー、マークで点灯した場合と9マークでつかないで,で点灯した場合って、えー、評価同じっていうねこのオチ結構僕あのフィギュア界のオ,オチだと思います、うん、あのトリプルアクセルオイラートリプルサルコウとかトリプルアクセルはよかって他のジャンパー全部加点がついてますね、うん、素晴らしい結構後半の、ね、3回転とかで、ね、結構マイナス食らっちゃうこともあるんです今回はしっかり決めて加点をついてますね、うん はい。で、スピンとステップも見事全部レベル4を獲得してますね。こういったとこはかなり良かったと思います。うん。で、加点なんかも結構伸びてますので、結構良かったんじゃないかなっていう感じしますね。まあ、今回紙、噛みがかっていた感じもあったんで、良かったですね。うん。まあ、4回転フリップが決まってくると、さらに点が伸びてくるんで、これは楽しみだなっていうふうに思います。うん。はい。95.48ですね。うん。 で、プログラムコンポーネントはこうなっていて、全部8点台の前半と中盤が並ぶという感じになっています。ウクライナのコンポジションは9点出してますね。うん。えー、他はまあ8点台、まあほぼ8点台で、えー、カナディアンジャッジは8点台の、まあ他のジャッジも8点台後半出てますね。うん。まあの、のえー、日本ジャッ ががや,や厳しめですすねね今回は7.50一部出てます、ね、イギリスも7.75でこれ以外は全て8点台を出しているということで83.02ですねだんだん PCS も上げてきてるなっていう感じがするので、えー、まあ滑り込みができているのかなっていう感じでジャンプにも気が配れるようになっただから最初のチャレンジャーシリーズの時でもだいぶ良くなってきてるなっていう印象がありますねダニエル・グラスル君えー ラトリビアのデジス・バシリエス君、こういう感じ。でシーズンベスト171.55ポイントですね。高い点数ゲットです。うん。いやー、彼も本当に良かった。今季が全然良くなかったんですが、もうこの大会はもう見違えるように良かったですね。うん。しかもですよ、4回転差でこう、点灯あったんですけど、あれじゃあか、ミスったんですけど、あ、点灯な、点灯はないわ。点灯なかったんですが、9マークと留まってますね。うん。これはかなり、あの、 びっくりしましたね。あの、アンダーローテかなと思ったんですが、9マークになってますね。うん。で、多分、着氷が2フットだった感じもあったんで、まあ、限定マイナス5がありますけど、あ、よかったですね。9マークに留まってて。うん。よかったと思います。6.37ポイント。で、トリプルアクセル、ダブル等とか、まあ、他のジャンプ非常によくてですね、この2つのこのトリプルアクセルがしっかり入ったっていうのは、これは大きい。しかも加点も伸びてて、後半の方は4が、2つ目の方は4がありますよね。 うん、すごく良かったと思います。はい。で、あとは、他も加点がものすごい取れててですね。えー、まあ、トリプルループはちょっと危なかったんですけど、加点が取れてますよね。で、えっと、こっからが後半になるんですが、えートリプル、トリプルトリプルトウも良かったし、トリプルフリップもトリプルオイラー、ダブルサルバこれちょっとね、ヒヤッとしましたけど、良かったですよね。うん。この後半の3-3が入ったっていうところも、これも最近なかなか難しかった部分もあったんで、良かったですよね。 うん、素晴らしいと思います。ジャンプはおおむね加点ですね、うんで。スピンの評価は本当素晴らしくてですね、えー。フライングヒットスピン、座禅、仏像スピン、これは本当によかった。加、う、点、ん、も伸びてきます。これは本当彼の見どころの一つ、うん。そして足換えのコンビネーションスピンもレベル 4, があーレベル4でなおかつ加点が伸びて、もう5上げてもいいんじゃないかなっていうぐらい回転速度が速いアップライトク,クロススピンも良かったですねで。ステップシークエンスもレベル4でこれ5がついてますね。 うん、高い評価だ。フライングコンビネーションスピンもレベル4で加点が伸びてくるやっぱスピンの加点伸びてますね。でももっともっと伸びてもいいんじゃないかなっていうぐらい今回は本当スピンの受験も素晴らしいですね。うん。そう思います。はい、えー。で、プログラムコンポーネンツは8点台が並ぶということになりましたね。うん、ウクライナジャッちは全て9点台を、えー、マークしています。 うん、コリアジャッジも9点台が1つ。なんか9点台もちょこちょこありますね、うん。8点台の中盤から後半、9点台を出しているジャッジも見られますね。ジャパンジャッジが厳しいですね。7 8 2 6なんで、結構日本ジャッジ厳しめに出てますね。スケーティングスティルも7.50。今回日本ジャッジが結構厳しい感じがしますね。うん、結構点差が離れている気がします。 えー、そして佐藤駿君166.35シーズンベストですね。限定はマイナス1.4回転ルッツ。これはまあえー、9マークで転倒という形になりましたね。今回、だからテクニカルスペシャリストはあの案外回転不足の評価は少ないですね。うんそういうふうに感じました。はいでえー、っと4回転トーループダブルとこれ頑張ります。4回転とー本ー2本、ね、やったっていうところ、これは非常に大きいなと思います。うん はい、まあ、転倒があってから結構厳しかったと思うんですけど、しっかりしっかりね後半あの、その後のジャンプ決めたっていうのはかなり大きいですね。トリプルアクセル、シングルオイラートリプルサルコこれも良かったですし、えー、その後のトリプルアクセル後半も良かったんで、このしっかりね、こういったところを、えー、しっかりこう飛んだっていうところは大きいと思います。うん、ただトリプルフリップ、ダブルとのフリップがアテンションが出てますね。彼はフリップジャンプが少しこう苦手なのかなっていう感じが、えー、します。これは前からそうですね。うん はい。で、えー、っと、スピンの評価なんですけど、これは、えー、っと、レベル4が、すべてスピン、レベル4を獲得できてます。で、彼の魅力、魅力というか、あの、強くなった部分、これ、スピンの加点なんですよね。前はこんなに加点が伸びてなかった気がします。今回見ると4がありますよね。まあ、結構高い評価で、デニス・バシリエイスとそんなに変わんないですね。 うん、結構高い点が取れてるんで、これは見事ですね。あ、4回転トーループ、これも4が多い後半の方、あ2つ目の方ね。うん。素晴らしいですね。加点が伸びてきてる。ただ、えっ、ー、と、ステップシークエンスはレベル2になっちゃってますけど、でも加点は低く出てますので、まあ、あの、結構スピン、ステップでかなり評価されてきてるなっていう感じがしますね。うん。85.58、まあ。この点どう見るかですね。ちょっとなんかそう,いうことで低い感じがありますので、やっぱりこう、4回転2本やってますし、うん。やっぱりこう 90点は超えられると思いますので、なんか何かもうちょっとキーワードが欲しいです。あ、トリプルループだ。うん、トリプルループがちょっとね、えっ、ー、とこれが、えー、とステッピングアウトかなんかしてるんで、は、まあ、残念ですね。はい。まあ、そういう感じでございますね。うんで えっと、プログラムコンポーネンツは、す、え、べ、ー、て8点台ですね。日本ジャッジめっちゃ厳しいですね。74.93ですよ。うん。ほら、他のジャッジが点8点台多いですが、日本ジャッジ全部7点台ですね。今回は、どの選手に対しても日本ジャッジ厳しめに出てるなっていう感じがありますね。結構明確にわかるかと思います。うん。おなるほど。うん。はい。81.82。これも今後伸ばしていくつきそうな気はしますよね。 うんえー、166.35でした。佐藤俊君は。えー、島田幸四郎君、166.333で、えー、パーサルベスト更新ですねで。評価を見てみるとこんな感じになっています。うん 最初の4回転サラコがトリプルサラコになっちゃいましたがそれ以外は良かったとは思いますねただここのね4回転トーループしっかり加点あの回転足りてる評価ですねこれショートでは9マークで加点が伸びなかったんでしっかりこう9マークなく加点伸ばして4が多いですね素晴らしい評価ですね うん、で、その後のトリプルアクセル、トリプルとオーバーターン入っちゃって、これは減点が大きい。で、トリプルループ、これ、ステッピングアウトで減、えー、点をされてしまった。ここが点がちょっと、えー、もったいなかったなっていう感じがします。うん、で、えー、後半のトリプルアクセルからシングルオーラ、トリプルサルコ、これは本当に頑張りました。ヒヤヒヤしたんですが、決めてきましたね。良かったですね。うん。ここでも加点がついていで、トリプルフリップも、えー この,この後半の2つのところも決まってきて加点が出てますんで、まあ、取りこぼしなかったところは非常に良かったかなと思います。うん、ただ、スピンも、えー、と全部レベ,ルレベル4ですが、この足換えのコンビネーションスピンが少し回転が遅くなったというか、レベル2になってますね。うん、これは、えー、島田君はスピンが上手なんで、レベルを取りこぼすのがちょっともったいなかったかなという感じはしますね、うん。ステップはレベル3。ただ、他のスピンはレベル4で。 比較的点数も出てるかなと。GOE もらってる感じがあります。テクニカルレベル85.71ですね。うん。えー、っと、カナディアンタッチは92.41出してますね。すごい高い点出してます。ええー、そして、プログラムコンポーネントはすべて8点台になってますね。えー、っとしあの、日本タッチはこの島田くんにはそこまでは厳しくないですね。ただ、アトビアが75.77を出してます。 ほ、うんはい、他のジャッジも8点台がおおむね並ぶという感じになってますね。はい、ウクライナが85.76ということになってますね。はい、8 0 6人で、えー、点数が出ています。はい、次、えー、坪井達也選手見ていきたいと思います。シーズンベースト149.38でしたね。素晴らしかった、うんいや。彼も本当に良かったですよ。ただ最初、4回転サルコーこれが、ね、点灯しちゃったんで、マイナス五、えっとまあ、が並ぶ。 いうことでも回転は足りてるという感じですね。で、今回は皆さん、回転足りない、あの、不足の評価が少なかったです。うん。あのー、ね、スペシャリストテテパ、えっと、テクニカルパネルは結構、そこら辺は回転が足りてるっていう方が多かった気がしますね。スケートカーナーだったらもっと厳しかった気がしますが、今回のイギリス大会は比較的厳しくなさそうな感じはしますね。うん。で、えっと ジャンプ見てみるとトリプルアクセルも回転はしっかり足りてますしたらトリプルアクセルシングルオーラーダブルサルコは若干、ね、詰まったんで減点が一部ありますね、はいでえっと。他の後半のジャンプ4つとも非常に良かったと思うので、えー、こういったところでしっかり点を取りこぼさなかったっていうところは大きいと思います。加点も結構大きく、ねえー、ありますね。うん、オースドックスに点数を上げていると思います。はいでえっと スピンとかの評価に関しては、ステップシークエンスがレベル2になってますね。ただ、他に関しては、フライングコンビネーションスピンがレベル3ですけど、まあ、レベル4が。 あるとということになりますね彼は昔からスピンが苦手な感じがありましたが、だん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 うまくなってきて、やっぱり、えー、中野チームのところでですね、神戸チームで結構鍛えられてきたてのかなっていう感じしますね。まあ、三原舞ちゃんや坂本香織さんと一緒に練習して,してるわけですから、もう強制的にうまくなってきますね。うん。ほんとねあのミス、ミス止めの練習もしてると思うんで、結構ね、鍛えられてますよ。うん。中野道場。 えー、プログラムコンポーネント7点台の中盤が並ぶという感じですね。日本ジャッジ、やっぱり7点、でもラトビアも厳しいですね。6点台出てますので、まあ、結構ラトビアも厳しい。70点の評価ですね。まあ、他のジャッジも70点72点では出してるんで、まあ、そこまで、えー、点差はないですね、うん。ウクライナが全体的に優しい感じ。アメリカが77.4。 さんですね。うん。はい。まあ、なんか PCS がやっぱ7点台、他の選手が8点台とか出てるので、まあ9点台もありますんで、PCS がやっぱ課題になってくるかなっていう感じしますよね。73.96ですからね。他の選手がもう80点超えてますからね。だからまあ、73点なんで、坪井選手は PCS が今後課題ということだかなというふうに感じますね。8点台が一つもないので、うん。はい。そういうふうに僕は感じました。はい。こんな感じです。うん。 それではね。ありがとうございました。これで以上です。